だからもうコース取らずにもう英語だけ見て役出せるレベルまで高めてほしいですから。入試情報から勉強法まで受験生に役立ち情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。マナビズムの佐藤です。マナビズムの山城です。こんにちは。こんにちは。はい、では昨日に引き続き、はい、今回は後編ということで、はい、はい、6月英語の勉強の進捗はこれくらい、総計上智旧帝国大学国公立編ですね。なるほど。はい、まあ、レベル上がりました。上がりましたね。はい、どうですか。そうですね、じゃあ僕は国公立の方を話させてもらいますと、はいはい、国公立は、まあ、一応6月の話なんですけど、まあ、8月に河合塾で前頭マーク模試第2回の模試があると思いますんで、うんうん、そこでしっかりと結果出したい、うん、で以前の動画でも言ったと思いますけど、国公立特に旧帝大学を志望しているのであれば全体で最低でも7割はこの時期超えておきたい、うん、第2回マーク模試で、うん、で7割超えたプラスあとは二次試験で使う科目に関しては8割を絶対に超えてほしい、うん、なるほど、っていうところですね。例えば英数国使わないったらその3科目に関しては8割超えてほしいっていうところなので、それを達成するためにじゃあ6月どのレベルまで高めるべきなのかっていう話させてもらいます、うん、で、昨日の私立に引き続きなんですが、やる勉強とか分野に関しては一緒です、うん、単語と文法と、うん、あとは英文解釈、うん、っていうところですね、うん、プラスそこに長文読解が入ってくるイメージなんですが、うんうん、もちろん第2回マーク模試で8割超えようと思ったら、うん、単語っていうのは一周だけするんじゃなくて、うん、もう6月末までには1冊は完成しておいてほしいです、うんうん、ですね。であとは英文法に関しては私立に関しては一周しておいてねって言ったんですが、うん、それ もう8割方はもうキープっていうか8割方はもうクリアできるレベルまでいっといてほしいです、うん、特に語法の部分、うん、センター試験とかって語法結構出てくるんで、うんうん、知識分野ですからそこは絶対クリアしておいてほしい、うん、っていうことですね。であとは、英文解釈に関しても、うん、センター試験って80分っていう時間制限めっちゃ厳しいじゃないですか、うんうん、でその中でスラーって読んでいくためにはこれが S これが V これ形容詞みたいな感じで構造を把握しながら読んでいくんじゃなくて、もう構造フリー、まあ、もう構造取らずにもう英語だけ見て訳出せるレベルまで高めてほしいですから、そこまで行くためには基礎100のレベルまで高めておいてほしいですね。でプラスそこに長文の勉強が入ってくるんですが、うん、まあ、一番イメージしやすいのはやっておきたいシリーズ、はいはいはい、300、500、700、1000っていうふうにあるんですが、うんうん、300は6月末までにはクリアしておいてほしいですかね。で、できれば500まで入れるところまで高めてほしいかなと僕は思います、うん、はい、以上ですかね。ですね、はい、まあ、次第に関して言えば、まあ、今、はい、ユーマが言ってくれたように国公立のその勉強も、カンカン同立マーチとかの勉強に関してもこの基礎になる部分っていうのは基本的にもう変わらへん、はい、うん、英単語必要、英文法必要、解釈必要、そして長文への橋渡しとして、あって長文をどん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 読み進めていくっていうこの勉強、英語の成績を上げていくプロセスっていうのはもうそれはもうどこの大学でも一緒だから、はい、その例えば、早慶とかであればやっぱりその基礎となる知識量が、他の大学に比べてやっぱり多い、英単語数に関しても、はい、やっぱり語彙力があった方が圧倒的に読みやすい、うん、っていう意味ではこのインプットしているこの6月という時期に、他の子が例えば単語帳1冊目をまだやってるっていう最中で早慶志望の子たちは例えばよりレベルの高い英単語帳に進んでるとかもしくはもう英熟語に進んでるとかっていうような形で例えばカンカン同立を目指してる子たちと同じ勉強してたら早慶には絶対いけないというふうに考えるのがまあ大事かなというふうに思ってるので、はい、まあ長文とかっていうのはまだ具体的にやっていく必要性はまだないですけど、はい、うん、あ、なんていうの、早慶の文章が今現状読めるようになるような勉強する必要はないけども、今国公立の話をしてくれたように、単語、文法、解釈この3つをもう極めに極め尽くすというのがまあ大事かなというふうに思いますね、はい、なので一つ言えることはさ、年内でカンカン同率は取りたいや、早慶行きたいんだったら。そうですね、うん、年内でカンカン同率取るためには他の子たちよりも2ヶ月は早い勉強をしとかなあかんっていう意識を常に持ってやっていってほしいかなというふうに思いますね。はい、はい、そうですね、こんな感じです。はい、ありがとうございます。それでは本日の、動画はここまでにしたいと思います。動画がいいなと思ったらいいね、お質問はコメント欄からお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。無料で受験相談ができる無料体験コンサルを365日受け付けております。資料請求をしてくれた方にはこちらビズマーの生態を明らかにしたマナビズムライフスタイルブックを進呈しています。 LINE アットでは登録者限定の情報も流れてきますので必ず登録しておくようにお願いします。